どうも、こんばんは、NM です。今回は復刻したコミックショー特急を、見てわかる通り SR 万円をリーダーにしてやっていきたいと思います。一応こいつにも、特攻がついてるんですね。で、フレンドのリーダーが初夢のひなみ、サブには圧倒金木と細めのひなみです。まあ旧安定クパみたいな感じなんですけどね。まあこのコミックショー復刻多分2回目ぐらいだと思うんですけど、まあここまで来るとさすがに SR 万円とか出してる人はいないんでね。 SSR プラスはさっき言ったけど無覚醒だったね。ちょっとあれでしたね。これなんか中入るんじゃなかったっけ。こんな感じで中に入るっていうね。全員やれんのかな。3人目、4人目。おお、全員やれた。ちょっと感動なんだけど、全員やれるんだ。 G100,000万、83万、23人で83万か。バフ使えばどれぐらいいくんだろうな。あー、ここな、ここめんどくさいんだよな。アキラ残すとって言っても多分アキラどうせ一発で倒せないしな。適当に精度でも削りますか。本当はアキラ倒したいんだけど。なんかどっかのタイミングでアキラ回復するんじゃなかったっけ。違うかったっけな。俺の記憶違いか。やべえ、壁悪しねえのかそこ。あ、全員回復すんのか。めんどくさいんだよな。でもね、今回初夢ひなみを連れてきたんで、誰か死んでも一人なら多分回復させられるはず。こいつ HP 高えな、初夢のひなみ。25万もいくのか。あのね、赤眼カネキを連れてきたらまあぬるゲーになるのは分かるんですけど、あでもまあそんなに火力もあるわけではないのか。まあ、こっちのリーダーが火力アップ系のリーダースキルじゃないからな。マジやめて、はまらないで。あぶねえ、あいつピオらせたいっすね。これなんだ、速度ダウンとか。あ、負傷か。負傷プラス注目度アップ。確か連携がないとき、初見ひなみの連携がないとき、確かこれあれだよね、バフじゃねえわ、蘇生だけど。あー、なるほどね。連携してないときにしか出てこないのか、あれは。700% ダメージ。ゴリさん2でも打っとこう。カグネつけてくれてもいいんじゃないかな。どうしようかな。この間に入りそうじゃないか。ここかな、ここかな。あー、ちょっとずつずれたのか今。でもあいつピヨったろ。あ、こっちが、あー、カグネ強化されちゃったか。え、こんな範囲広かったんだ。 SR 万円全然使わねえからさ、どうしよう。俺反射下手くそなんすよね。ここだろ、ずれてんよー。でもちゃっかり、範囲を当てていく。圧倒金木で滝沢とこれ両方やれんじゃね。あ、ここで詰まってったらダメなんだよな。次なんだよな、問題は。絶対ハイヤーマインドで2人ぐらい持っていかれそうなんだが。あ、乱入じゃなくてよかった。危ない危ない。さてと、どっから行こうかな。このなんていう取り巻きみたいなやつら残しても仕方ないしな。今フラに当てたつもりだったんだけど当たってなかった。ずれたのかな。
怖い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 、やめて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 、バフかける、大染めに当てる。こいつが多分カグネ強化されんのかな。いや懐かしい、このアンテイクの 120% バフ。これどう、強、頬染め、頬染めじゃねえわ。初夢か、かわいい。さすがに SR 前にとどめをさせたい、させさしたい。サルマエンの見せ所はあれだったな。1ターン目のこれ速度下がってる、下がったよね。あそこ入れれんじゃね、あそこ入れれるんじゃないかな、隙間に。無理か、その後ろの隙間にさ、後ろ隙間あるよね、あるでしょ。あ、あるな。この、ここ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 。頬染めひなみの横。あそこに、ぶち込もう。こっちからちょっと見えないんだけど。ここら辺りか。ここら辺じゃない？ちょうどここじゃない？あ、全然そんなこと、全然そんなことなかったわ。素直にやっときゃよかったな。もういいや。こいつで倒そう。乱入だったらどうなってたかわかんないけど、あ、こう、あれか、なんか SR 万円若干火力あるなと思ったんだけど、特攻ついてんのか、納得。うまくいった。ハイヤーマインドもういらねえしな。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。